どうもこんばんは、パパゲールです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はね、こちらを行きたいと思います。プレミアムモルツですね。まあ普通のなんだけど、なんかシール貼ってあるな。めくって抽選、めくって抽選だって。めくって抽選って書いてあるんですけど、めくって抽選しよう。よいしょ。まあいいや、後でとっとと乾杯しましょう。それでは皆様、準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。あー、うまいね。暑い夏の冷たいビールはなんでこんなうまいんだろう。ビールは一年中うまいんだけど、そして冬場は別に冷えてなくてもいいんだけど、だけど夏場はね、ぬるいビールは飲みたくないですね。というか冷たいビールがなんでこんなにうまいんだろうっていう感じで、たまんねえな。でね、まあ今日はいろいろと用意してあるんですが、最初これからいこうかと思います。イカなめろう、美味しそうでしょ。美味しそうだと思われるかもしれませんがね、これ一つ問題があるんですよ。今日はね、8月12日の夜なんですが、8月8日。これ、参ったな。さっき冷蔵庫の中から急に出てきたんですよ。そういや、これあったわってね。ここ2日ほどね、ちょっと所用で出かけてましてね。で、その前の日に食べればよかった。確かね、そうすれば1日遅れぐらいだけど、1日遅れは全然問題ないと思ってたんですよ。だけど、さらに2日プラスされてしまった。ただね、これ、あのね、7月31日に製造されて、賞味期限が8月20日まで1週間以上あったんですよ。だから、こっからさらにね、あれは8、9、10、11、12、4日ぐらい伸びてもね、多分大丈夫はず。だと思う。なので、いっちゃいます。あー、怖えな。でも、生物だからね、しかもなめろうってね、なんていうのかな、こうぐっちゃん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 するもんじゃないですか。だからね、ちょっとね、大丈夫のかなっていうね。胃薬ないんだよな、うちな、今な。セイロガン的なやつね。いや、ガスター的なものあるんだけど、セイロガン的なものないんで、腹下しには全く、なんていうの、対応できるものはないんですが。まあいいや、行っちゃおう。行っちゃおう。味に特に問題感じません。というか美味しいです。美味しいよこれ。この美味しいを本当に信じて、というか美味しいからいいのかどうかっていうのはまた別なんですけどね。いやでも、まあいいや、アルコール消毒だ。ああ、消毒完了。これ行こう、これ行こう。ちょっと残ってた。これは、これ開いてんだけど、これはチェイサーにします。ちょっと待って。よいしょ。やっぱりね、濃い酒を飲むときはね、一応これチェイサーで本当に水、ただの水を入れてるんですが、いや、違う。一応冷蔵庫で冷やしていた冷たい水なんですけど、を入れてるんですが、で、これはアルコール消毒用ね。ということで、とりあえず今、さっき のビールで不足してるかもしれない部分を今消毒しちゃいます。これで大丈夫。で、あとは厚揚げね、焼いたものがあります。まあ、これは別に普通に問題なし、安定な。それからひじきと大豆の煮物。業務スーパーの卵焼きとね、全くもっていつも食べてるようなものしかないんですけどね。だから今日の晩酌はこのイカのなめろうがね、やっぱり主人公なわけなんですよ。いや、よっぽどポイしようかなって思ったんですけどね、ポイしなくてよかった多分。というよりね、この動画が公開されている、皆さんがこの動画を見ていれば、このなめろうは問題なかったっていうですね。うまい。そしてアルコール消毒。
で胃を守るためにチェイサーと。なんとこの健康に配慮した飲み方なんだろうな。ちなみに良い子は真似をしてはいけません。そうだね、これちょっとちゃんとテロップ入れといた方がいいのかな。そもそも賞味期限を3日4日持ちすぎたね、魚介類を食べるという時点でね、まずピンポンピンポンでね、1回ね、良い子は真似をしないで、それでなんだっけ、でそれを食った後にアルコール消毒をしようという発想ね、それもピンポンピンポンピンポンですね。だけど悪い大人はやってもいいんです。うん、そう。という感じで、まあ卵焼きも美味しいし、ひじきも美味しいし、それから厚揚げも美味しいし、お酒も美味しいし、ああそうだ、これは消毒用なの。これプレミアムモルツ。なんてうまいんだろうというね、こう幸せな感じなんですがね、そうですね。やはり未だに気になるのは、気になるというか、まあどうでもよくはねえんだけどさ、どうでもいいわけでもないし、どうでもよく、まあまあなわけでもないのに、いちいち気にしてもしょうがないんですがね、やっぱりね、でもね、今の僕のね、あの関心の中心は株価ですね。お盆中はね、まあ若干薄商いにはなるのかもしれないけど、それでも関係ないですから、証券取引所は、証券取引所とか役所とか銀行っていうのは、そういうお盆みたいな行事は関係ないですからね、普通に営業してますからね。だからまあ明日8月13日でね、世間はお盆に入るわけですが、まあそれでも、東京証券取引所は普通に営業するというね。東証だけじゃない、札幌もね、名古屋も、それから福岡、今証券取引所はその3つだよね、多分ね。代償はなくなっちゃいましたもんね。まあでも最もそうは言ってもさ、札幌とか福岡とかさ、名古屋は違ったっけ、どこだっけかな、でももう一個あったよな、いや名古屋だよね多分ね、名称とかって言いましたもんね、そうだ。でもそこら辺の銘柄は僕は買ったことないからね、代償すら買ったことなかったからね、だからよくわかんないんですけど。でなんだっけ、あ、そうだから株価ですよ、株価。だからね、今ね、日本株バブルだからさ、バブルが崩壊するとかってさ、いう人がちょこちょこいるんですよね、結構ね。でもね、理論的に考えてというか、数字で考えるとね、全く今バブルじゃないんですよね、これ実は。まあ、今後の株価の見通しね、もう大体ね、株やってる人全員ものすごく気になってると思うんですよね。まあ、上がると思ってる人もいるだろうし、下がると思ってる人もいるだろうし、なんかでもね、下がると思ってる人が多そうな、若干多いのかなって気もするんだけど、で株価っていうのはね、そういう思い込みで決まっちゃう要素もあるんだけど、でね、今の日本株バブルだとかって言ってる人結構いるんだけど、決してバブルとは思えない。あ、ちなみに、あ、なんていうのかな、ちゃんとした答えを言おうとする人ほど名言を避けますよね。まあはっきり言っちゃえばね、中短期のね、相場の変動っていうのは合理的には動かないですからね。長期だったら合理的に動くんだけど、でも中短期はね、市場の思い込みとかね、ちょっとしたニュースきっかけとかね。だってさ、この間の4400円の値下がりとかさ、4400円、その前が2200円だから、2日で合わせてなんだ7000円ぐらい下がったんですよね。あの先の異常さっていうのはさ、もうありえないんですよ、本当はさ。まあもちろんあれは日銀の上田総裁のね、まあなんていうのかな、若干不用意なんじゃないかなって思えるような、発言がきっかけだったんですけど、でもさ、いくらなんでもそんな下がるのってのはもうおかしいんですよ。あ、ちなみにね、あの時の下げ幅、まあ史上最高だったんだけど、確かね、具体的にいくつだったか忘れちゃったんだけど、率で考えると、ブラックマンデーの後の方がさ、よっぽど下がってるんですよね、割合ではね、率で言うとね。でブラックマンデーが過ぎて、2年ぐらい経ってからかな、日本バブル景気が始まったんですね、日本のね、買ってね。だからね、こういう暴落局面があって、それからしばらく経つと株価が急騰するっていうか、もうバブルのようにね、株価が上がっていくことがあるから、これはその予兆だっていう人もいるんですよね。でもその一方でね、今回みたいにこう株価が急なんかこう微妙なところでこう上下してて、そこからガクンって下がって、また上がって、これっていうのは、これバブルが崩壊する前兆だっていう人もいるんですね。同じチャート見ててね、逆の解釈出てきちゃうんですけどね。まあ、確かにね、中短期の株の値動きっていうのはね、チャートの、
影響って結構大きいんですけどね。あのチャート元にしてみんなさそういうふうな予想立てるから、で株価の変動っていうのはそのなんていうのかな、予想というか思い込みによって決まってくるんでね、あの市場参加者全員のねなんかよくわからない意図ですよね。もうまるであれですね、あのコックリさんとかさとなんだっけ、なんとかボード、ウィジェボードとかって言いましたっけ、まあ要は自動初期ですよね。みんなでこううんよとかってやってるとなんか勝手にこう言葉喋り出すようなやつね、喋ってるかのように、まあ要は集団の群衆の意識って言いますかね、そこら辺が無意識にねなんか生み出したわけのわからん現象ですけども、中短期の株価もそれと同じですよね、要はね。でそういうのもまあ確かにね見ていかなきゃならないんだけど、でもねどう考えても今バブルじゃないんです日本株は。全くそれはもう単純です、あの指数を見れば明らか。これねちょっと株の知識がある人はね納得せざるを得ないと思うんですよ。これ8月9日のデータなんだけど、あのね株価の指標いくつかあるんだけど、その中でもね比較的こう有力って言いますかね、参考に皆さんがさ、なんていうかな、参考になるデータの一つとして、一つというか二つなんだけど、 PBR と PER っていうのがあるんですよ。株価の指数の中でまず最初に覚えなきゃいけないのがこの PBR と PER だと思うのね。何かと言いますと、まず PBR の方は純資産倍率と言いまして、株式の時価総額、発行済みの株式の金額の総額、あれでもちょっとごめんなさい待って、自己株式は含まないのかな、いや含んでもいいのかな、どっちだ、含むのかな、ごめんなさいそこら辺ちょっと怪しい、ごめんなさいドヤ顔しておきながら正確なところを説明できないんだけど、まあ要は株式の時価総額とそれから会社の持つ純資産の割合なんですよね。だからその純資産に対して時価総額が何倍になってるかっていうのがその純資産倍率なんですよ。だからもう理論的には純資産倍率は1でないとおかしいでしょ。でもなぜか知らないけど世間にある会社の上場企業のね結構多くの会社は PBR が1倍割り込んでるんです。純資産が1倍割り込んでるってことは単純に考えると会社をこう今ぶっ潰して生産かけちゃったりしたらなんと株主はプラスになっちゃうんですね、というそういうわけのわかんないね。だって東証プライムでもさ PBR がさ 0. 何倍で低いところだとよくわからんな、低いところだと 0.3 とかはあるかな、ないかな、ちょっと待って、ちゃんともっと準備をしとけばよかったんだけど、例えば僕がねちょぼちょぼ最近買い足しているね日本製鉄ですけどね、あのねやっぱり今回ちょっと避けてきちゃったんですが、まあいいや、日鉄のね PBR がね今ね 0.60 倍なんですよ。ただ日鉄はね US スチールの買収問題があるからね、これからあの2兆円の借金しなきゃなんないし、設備投資さらにするからもっとお金つぎ込まなきゃなんないからね、だから単純にあのこの PBR を信じていいかっていうと、あのね US スチールはとてもじゃないけど2兆円の価値のある会社じゃないですからね。あ、まあいいや、あのなぜでも US スチールを買収するかって話は前しましたよね。もういいや、これ今回は省略だから、ちょっと待って、日鉄はあんまりいい例じゃなかったな。電源開発にしよう。あの電源開発はね元国営じゃないんだよな。でもヒット株、いやそんなことないか、国営企業でよかったのか。まあ今完全に民営化されてますけどね、そんな電力卸しの会社ですが、そうここだよ、これ電力、そうだ、電源開発の PBR ね今 0.34 倍です。だからね電源開発がねもう今会社を解散だとかって言ってね、でその資産ね、あのまあ奥多摩ダムとかさ佐久間ダムとかさ、その他あの建設中の大間原子力発電所、あれがどれだけ価値が、まあともかくまあそこら辺を全部売り飛ばしてしまったら理論上なんですけどね、収入になる現金っていうのがまあ時価総額の3倍ぐらいになるんですね。で今電発の時価総額は4,270億5,800万円、あれ意外と少ないね。でもこれが3万円ぐらいになるから1兆2000万円ぐらいとかになる、1兆2000億円ぐらいの資産ができて、で1株あたりがこの3倍になるから7000円ぐらいなのかな。でだからその最終的に会社が解散したら、生産済んだとかね、その残った資産っていうのは株主に分配されるわけなんで、その1株あたりね、7000円ぐらいで、
あの還元されるわけですよ、理論上はね。ちなみに J パワーは僕今の金額と同じくらいで買ってんだよね、平均な。ほとんどプラマイないです。 J パワーは随分前から買ってる部分も含めてのことなんですけどね。だからパフォーマンス悪いな。てかこの PBR ですからね、 PBR0.34 倍ですよ、東証プライムで。しかも電力会社ですよ、電力会社なんてさ絶対潰れないのにさ、絶対潰れないって言い切っていいよね。それにさ、まあやっぱ鉄道とか鉄鋼とかさ、ああいうところと違ってね、あの需給の変動がそんなに、いやまああるだろうけど、そんなに極端に変化するわけないんだよ。電気もう使いませんとかってことないからね。お金なくったってもう死んでしまうからエアコンつけなきゃとかって人たちはいっぱいいるわけで。でなんか余計なこともだいぶ話してしまったけど、何話した？あ、そうだ、だから覚えておかなきゃならない指数ですよ。だから今 PBR の説明がありましたが、もう一つ2個目は PER です。あのこれは株価収益率と言いまして、これは一株当たりの純利益ですね、基準にするのはね。例えば PER が15倍だったら、その今のこの純利益を毎年上げ続けると、15年後に現在の時価総額と同じ分だけの純利益を積み上げるということになる。この説明間違っちゃいないと思うけど、ちょっと分かりにくなかったか。待ってよ、あのだからそうだ、あの PR が15だったら、15年間これから頑張って稼ぎ続ければ時価総額と同じ分だけの純利益を出せるよって、そういうことなんですね。大丈夫だよ多分ね。細かいツッコミあるかもしれないけど、概ねそれで大丈夫だと思います、うん、それでこの PR と PBR の説明を今しましたが、今ね結局現状で日本株のさ PR とか PBR がね平均的にどれぐらいになってるかっていうことを言えばいいんですよ。でこれがね、これも簡単に調べることできます、ちょっとググれば、まあ1分もかかりませんというか10秒で分かります。8月の9日の時点で日経225に採用されているさ銘柄の平均 PBR っていうのが、1.26 倍なんですね。でそれから同じく PER がこれ前期基準で 14.79 倍、予想で言うと 14.43 倍ってなってるんですよ。でねこれね、さっきねあの PR ね、なんとなくこう15をねあの例に挙げちゃったんですけど、これねあの PR に関しては今の水準極めて妥当な水準なんです。それからあとは PBR はまあそうですね、会社がこのまんま利益出してくれれば、結局内部留保とかさ設備投資とかしていくことによって純資産増えていくわけですから、だからあの将来のことを見越したら当然1倍より大きくなければおかしいんですよ。これがねいつだっけかな、ちょっと正確に覚えてないんだけど、確かリーマンショックの前ぐらいかな、だから日経平均が1万6000とかそれぐらいだった頃の話だったと思うんですけど、当時の東証一部でだいたい目安にするのがPBR2 倍程度、それから PR が15とか18倍程度、そこら辺のところをまあ標準っていう風に考えろっていう風にどっかで読んだんですよ。で実際そこら辺がねなんかまあ平均だったんですよね、当時の東証一部でね。だけど僕はなるべく割安が良かったんで、当時はまだ株主優待がつく銘柄というのもちょっと色気を持ってたんですよ。今ほど割安とかって考えなかったんですけどね。でも当時と比べると日経平均株価はもう倍以上になってますから。だけどそれでもね、さっき言った通りね、東証プライム、まあ一部のがそのまま実質的にくら替えしたってだけなんだけど、なってんだけど、まあいいや。だからプライムの平均 PBR が、あ、プライムじゃなくてごめんなさい、失礼。日経平均だ。それが 1.26 倍だ。プライムの全銘柄は 1.21 倍だ。あんま変わらなかったね。だし、それから、PR がね、15倍切ってるぐらいってことは、IT バブルはもう特に終わってたとしても、それなりにまあ、なんとなく当時の雰囲気としては株価戻ってきたなとかって雰囲気があったんだけど、その頃に比べても、随分企業利益が大きくなってんだなっていうのがわかりますね。だって株価が2倍になってるのにさ PR はむしろ下がってるでしょ。ということは純利益っていうのは倍以上に増えてるってことですし、
純資産倍率もね、そうですね、純資産倍率はもっと増えてんだね、多分ね、3倍くらいになってるのかな、イメージ的には。ってことは日本企業儲けまくりってことなんです。ってことはどうなるかと言いますと、今の日本株っていうのは決して割高ではないというか、全く割高ではない、つまりバブルとは全く程遠い状況だってことになるわけですね。あのね、だからといってこれから株価が上がるかどうかっていうのとはまた別問題。これはさっきも言いましたけど、中短期の株価っていうものは市場参加者の思い込みで決まっちゃう要素があるから。だからね、変なマスコミとか株式評論家がね、今の日本株バブルだとかってね、いい加減なことを触れ回っちゃったりするとさ、困るんですよ、真に受けちゃう人がいるから。本当にバブルだったらね、バブルだっていう風に警鐘を鳴らすのは悪くないと、間違ってはいないんです。いや、まあそうね、そこでまだいけるとかって言ってると、まあとにかく短期的に上がるけど最終的にひどいことになりますからね。あ、ちなみにね、日本がバブルだったあの1989年90年頃のね指標ってちょっと見たことあるんですけど、ちらって見たことあるんだけど、ゼロがものすごくいっぱいあるという、桁がなんか今とね2つも3つも4つぐらいっていうか、なんかすごい違うんですよ。正直言ってとかって思って、あの覚えてないんですけど、ちょっと調べてみてください。あの PBR も PR もね、もう狂ったような高さです。だから同じようにね、日経平均が3万何千とかって言ってもね、バブルの頃の3万9千何百円と、まあ、現在の3万5千とか、それからついこの間のね、あの4万2千っていうのは指数的には全然違う。だからあのバブルの頃ってのは日経平均株価がね、この今のベースで考えるともう10万、20万、30万、40万とかね、そういう風なね、バカみたいな金額になってたっていうことですね。てか40万でもまだ10倍だもんな。そんなもんじゃなかったような気がするね。ちょっとよく覚えてないんだけど、あまりにもね、なんかありえないような数字でびっくりしちゃったんですけどね。あ、でもね、そう考えるとね、NVIDIA の今の株価ね、最近下がってはいるんだけど、てかあれバブルのようなね、バカみたいな指数なんですよね。これから生成 AI がどんだけ儲かるかわかんないけど、だけどやっぱりそうですね、ちょっと高すぎたな。ってことは NVIDIA なんか買っちゃった僕はバカだったのかなっていうか、バブルに踊らされていたのかなっていうか、アメリカならまだ大丈夫だろうって思ったんですね。あのアドバンテスとかね、東京エレクトロンとかね、ディスコとか、そこら辺はよくわからんけど、なんとなく NVIDIA まだまだ上がりそうだとかっていうね、そういうよくわからん思い込みをしてしまった。ダメですね。まあいいや、そういったところで今こう締めようかとかって思ったんだけど、せっかくだからこのなめろうを全部食べちゃいましょう。美味しい、これ。そうですよ、なめろうっていうのはね、お皿を舐めちゃうぐらいね、美味しいからなめろうになったわけですからね。そして中毒のためのウイスキー、意外と飲んでねえな。そしてチェイサー、そしてプレミアムモルツと。ということでね、おお、よかったよかったって感じで、今回の動画は以上になります。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。